ははいこんにちはカンピオンの辰巳です 50m を速く泳ぐためのスピード養成コーチの辰巳ですえっ、ー、と今日はえっ、ー、とスタートが両足跳びなんですけどもえっ、ー、と結構な確率でフライングしてしまいます何かフライングしないコツとかあれば教えてくださいってことについて <laughs> 説明していきます でえー、と両足跳び、まあ、僕もねあの、クラウチングより両足跳びなんですけども、えー、と2年前まではあの、めちゃくちゃ僕もよう動いてました、ね。動いてたんですけども、まあ、ある一点ちょっとねあの、ポイントを変えてあげるだけで、あのほ,ぼね、ほぼフライングがゼロになったという、ね、方法が。 ありますすのでそれを教えていきますでまずあのフライングねしてしまうあの一つのポイントとして、えー、とまあ構まますよねこう両,両足ね両足ね構まますよねで用意で前に体重をかけてドンでいくねこのスタイルは結構な確率で今飛び込み台が斜めなんで結構な確率で止まれずに動いてしまってフライング あのしやすすくなります、ね、だからこれはあのちょっと、まあ、今の飛び込み台では避けた方がいいですよね、まあ、だからあの普通のなんかあのちょっと市民プールにケーキ履いたりとかおかしいけどねあの、まあ、ちょっと市民プールよりもちょっといい環境で、まあ、あの平らなスタート台の時は今みたいな前に体重かけて飛ぶっていうのは OK なんですけども今の斜めのねあの傾斜のあるスタート台ではちょっと難しいと思いますので。 用意って言うてからぐっと体重をかけて飛んでいくっていうやり方はなるべく、まあ、避けてみてくださいで僕が変えたやり方はえピピーって乗ってねで乗った時にもう向こう側に体重をぐっとこうかけていきますほである程度かけたら止まります、ね、で用意で初めて台を持ってでドンでスタートねこのやり方が結構ね確実に いいけますのでやってみてみくださいもう回言います、ね、正面からいきますね。このまま、ある程度向こうに体重をぐっとこうかけていきますね。ほんで、用意で初めて台をピッと押さえて、だから、用意で体重を前にかけることはないんで、あらかじめもかけてるんで、まっすぐぐーっとね、体重をかけておいて、用意でピッて持って、で、ドンで飛んでいくっていうね。こういった形で、一回やってみてもらうと、 割合、あの、フライングがね、防げる可能性が上がってきますので、ね、あの、やってみてください。はい、以上です。